都政流は、将棋の先鋒の一つ。あと、鉄外が誘導する戦術で、都、勢龍馬が、奨励会時代に指していたことが、その名の由来である。糸谷哲郎が、以後、将棋チャンネルでも紹介している。糸谷は、第39期起用戦予選本戦2回戦、深浦孝一 VS、糸谷哲郎戦で、八手目に3三,三角とし、以下戦手深浦は3四飛と、 横歩を取り、以下に三銀として、三六飛に二,二飛と回る展開になる。この時横歩は取らずに二八飛と引いても二四歩に、三銀で同じような展開となる。強引後飛車という名称もある。初手から二六歩に三四歩とし、先手が二五歩と早く飛車先をついてくるとき、四手目に三三角なら普通であるが、そこであえて三二銀と上がる。 対して24歩,歩同歩同飛とすると、そこで31金と寄るのが、都政流である。対して34飛には4四角がポイントで、以下36飛は3三銀で、先手は飛車を二筋に戻れなくなり、刺しにくくなる。また4四角に24飛には、一つは3三銀で、以下28飛には26歩と抑え込みを狙う。この時に1や22の利きを31の金でカバーしている。 三三銀二二三ひなりはに四歩からに日金で竜取りになる。先手は角の危機をなくすためにに六歩に七六歩と角交換を狙うが二二一回る手がある。一加三八銀には角交換から二七角がある。もう一つは三五角とし、飛車取りと五七角なりを狙う。序盤早くに馬を作ることができれば有利に局面を進めることができるという狙いである。 また図から七六歩には八八角なり同銀とし、三三銀で、以下に八比には二七歩同比四五角で五手よしが、狙い。図では二八比と引くのが無難と見られる。以下五手は四四角と、これまで、同様、二筋からの逆襲を狙う場合は、風地に備えて三八銀と上がる。以下に六歩に七歩に二比の順が予想される。なお、戻って三二銀に、二四歩を回避して、 他の手を指しても一局である。他、土星流の対策として一番単純な対策方法としては、七六歩と角道を開ける手。これを指すと、三二銀と上がることができない。この時、土星流側がこの手を受ける手が二二歩しかない。二二金や二二飛、二六歩であっても、構わずに三歩星と歩が慣れてしまう。 当然、後手としては二二歩と打つと飛車が回れなくなるので、打ちたくはないのであるが、打たざるを得ない。これで、後手人の逆襲作戦を抑えることができ、先手も十分させるのである。二三ひなりに二四歩と蓋をして竜が仕留められての、局面でも、以下二五歩とすると、同歩であれば、同竜で竜が逃げられる。二二金であれば、二四歩とし、以下二三金に同歩制で、と金が銀に当たり、 小回りは、飛車と、金、銀の2枚以外になる。後手もすぐに2七飛は3三と同角に8歩、などがある。一飛車を思向し、飛車は回らずに3二金と上がって、銀冠を目指す指し方もある。土星流は本来、あと鉄岩の先方であるが、先手の場合では初手を端付きにし、以下8四歩2七六歩8五歩7八銀となれば、土星流になる可能性はある。 後手は2手目に3、4歩と角道を開けることも考えられるが、この場合は、都政流とはならないが、それはそれで一局である。また、拒尾車を試行すれば、都政流に持ち込みやすい。初手7、6歩とし、8、4歩と飛車先をついてきたら、こちらも、2、6歩で、以下8、5歩に5歩とそのまま付き合えば、後手は3、2、金と受ける。以下七八銀と上がり、八六歩と来れば、あとは、 後手番と同じように、同歩同飛に、七九金や七七角として、都政流となる。七六飛と、横歩を取った場合、先手も、歩の交換をして、二三歩と打つと、八四飛と回ることができる。八二歩と打つしかないが、これで、後手の飛車の行き場が窮屈になり、かなり使いにくい状態になっている。あとは玉を右に移動し、身の囲いまでゆっくり囲えば、特段問題はない。 このため、23歩とは打たないで、34歩と角道を開ける手もあるが、これには、22角なり同銀と、角交換して、87角と打つ手が生じる。5手86飛としたら43角なり同金に、ひなりがあり、先手十分となる。角の可動域を確保しつつ34歩に変えるとすると、14歩しかないが、これには2、28飛と引いておく。この飛車引きに、 負のたらしを警戒して2、3歩と打ってしまうと、先手は今度は2号飛として飛車回りを見せる手がある。あくまで負を打たなければ2、4歩のたらしが厳しいので2、6歩と、飛車の横利きで負を打って、収めようとすると、6、6歩と飛車の横利き止めがある。この後は7、4、4、に六6、に3歩、6、6歩、8、4、4、8、6、4で1曲。なお、飛車の交換をしないのであれば穏やかな展開になり、 同飛同角と飛車の交換を応じるのであれば、激しい選局となる。そして、横歩は取らずに八四飛と引いた場合は、後手番と同じように八六歩として、八七銀から七八金と銀冠を目指して一局となる。先手としては、飛車先の交換はされたが、銀冠に組むことができ、一方後手も飛車先の歩の交換ができて、お互いに主張が通り、どちらも一局である。 三一金や七九金では、負のたらしが厄介であるが、三三角、七七角型に対しては、こうすれば仕向けられた相手側に良くなるという対策と、言うのはなく、一種のはめ手であっても、相手に対応されたとしても狙いを外されても、それはそれで一局という戦法である。ありがとうございます。